ったから何回見ても飽きなかったです。あ、しゃべできる？雲に見える。暗地かなんかがブカブカ浮いてるような感じがします。噴水みたいに水が、綺麗な水が湧き出るみたいな、うん、海のようにピコピコ光っていて透明だと思いました。クラゲとお化けに見えます。波みたいにゆらゆら綺麗に見えました。噴水みたいに感じました。はい、ドームみたいだったので面白かったです。重ねると虹色に見えました。どうだった？形はクラゲに見えました。クラゲに見える。色は透明や白色でとても綺麗です。海の中にいるような感じがしてすごく不思議な感じがしました。とても面白かったです。空気が上に行った時目に見えない壁にも見えたし、あと魔法の絨毯にも見えました。下に行った時空気が出て上に上がった時はデコボコしてて山に見えました。あと上に行った時は海にも見えたしクジラにも見えました。私は大きなハンモックみたいで海の中みたいでデコボコしていたところがクラゲみたいで、全体が上がった時クジラみたいで面白かったです。何か大きな生物に見えました、うん、最初のポコポコするところが面白かったです。いやぺちゃんこになってまた始まる時の始まり方が面白かったです。ポコポコとなっていて雲のように見えたので面白かったです。私は波のように見えました。面白かったです。私は雲のように見えました。すごく良かったです。私は人の人生のように見えました。曲がったり上がったりしていたからです。重力波、雲、風、布団、限りない感じがしたし、何か感じるものがあったし、何か波のような感じで自然な感じがした。触りたいよね。